何バッドバッグの花勝手に摘んでんのよ。仕方ないじゃないですか。売る前に花が咲いてたら価値が下がるんだから。依頼主のためですよ。ほら綺麗でしょ。触ってもいいですよ。あげませんけど。いらないわよ。なんだあれ、ダークドラゴンか。こんな市内のど真ん中で。違う、バルゴだ。くっそー、またバルゴかよ。お寿司ちゃん落ち着いて。可愛いね、可愛いからちょっとだけ落ち着いて。バルゴとお寿司じゃん。そうですね。あんた何とかしなさいよ。管理者でしょ。管理者は私たちですよ。高校の先輩なんでしょ。まあいいんじゃないですか。本人笑顔だし。お茶にしません。あたしカフェラテ。お金入れてくれればボタンくらい押しますけど。よくないよ。あのままじゃバルゴ君死んじゃうよ。バルゴ君はうちで保護しなくちゃなんだから、ちゃんと面倒見て。ドラゴン月の管理なんて、詰まるところ本社がわけわかんないもんを押し付けたいだけじゃない。それを仕事しながら24時間面倒を見るほどの給料も実績ポイントももらってないから。またそういうことを言うだろうと思って、関係各所に許可取って追加給金と特別実績もらえることになりました。何？しょうがない、やってやるわよ。